ご主人がおすすめになるお寿司屋さんっていうのありませんか。もうね、日本全国どこでもいいんですけど、お寿司屋さんの勧めるお寿司屋さん、ありますよ。あるんですか。はい。どちらでしょう。八王子なんですけど。八王子。はい。ですね、そのお店はですね、はい、僕がまだ小学生ぐらいの時に、はい、まあ、ちょっと高尾の方にうちのお墓がありまして、はい、そこを母親がお墓参りする時に寄ってて、母親から聞いてたんですよ、はいはい、多分ですね、日本全国で一番最初にトロの炙りとかですね、その創作寿司系のお寿司をやったお店が多分そこなんですよ。お寿司って結構無限大だなと。うーん、お寿司って結構まあ、江戸前の仕事をきっちりしていくのもお寿司屋さんだけども、その、まあ、いろんなことができるのもお寿司屋さんだなと思ったお店があるんですよ。なるほど、はい、ということはやっぱりご主人の考えていらっしゃるお寿司と、はい、共通項の多いお店ということで、そこをおすすめになるということですね。お店のお名前は、八王子のきなこさんです。きなこさん、はい、ご一緒に行っていただけないでしょうか。僕でよろしければご案内させていただきます。わ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。日本で最初にトロを炙ったと言われる寿司の名店を目指して八王子へ。じゃあご主人、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。多分高津さんが召し上がったことはないようなお寿司が出てくると思いますよ。あ、そうですか、はい、楽しみ、はい、今日は天気もいいですし、ちょっと一回ありますけど、はい、歩いていきます。歩いて、はい、はい、もうすぐですよ。そうですか。あそこですから、もうすぐそこですから。あ、あれかしら、はい、きなこ、喜びの、はい、喜びの奈良の、じゃあ行きましょうか。はい、はい、どうぞ。こんにちは。いらっしゃい。気持ちのいい。どうも、今日はお世話になります。いらっしゃいませ。どうも。今日はまた素敵なお客様を連れてきましたので、あ、どうも。またいつも通り美味しいお寿司をよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ご主人、竹野内博さんは創作寿司の元祖、寿司を握ってなんと半世紀。一見何の変哲もない店構え、しかしきなこののれんの奥で待ち受けるのは驚きの仕事の数々。もちろん創作寿司ばかりではなく、おなじみの江戸前の仕事も手頃な値段でしっかりと味わえます。じゃあおやすさん、いつも通りお任せで美味しいところをお願いします。はい、わかりました。また何か変わったことやってますか。 お肉、じゃあお肉のわけないですよね。ここお寿司屋さんなんですもんね。肉に見えたその正体はヒラメの肝。炭火で軽く炙った後、すり鉢で当たり寿司の薬味に使うんだそうです。僕もここで食べてからはヒラメの肝を捨てないでお店で使うんですよ。はい、捨ててたんですか。今まで捨ててたんです。この店と出会ってから捨てなくなったんです、うん、津軽産の身の締まったヒラメ、その身は厚めに切った後、備長炭の炭火で表面を軽く炙ります。肝で作った薬味をわさびの脇につけ、煮切りを塗れば出来上がり。いただきます。はい、わあ、なんだかワイルド。高畑さん、初めての味は、うーん、おいしい。ヒラメの第二が変わりますね。生きのいいヒラメはそのままで食べるとちょっと硬いじゃないですか。うん、そうするとご飯だけ先になくなっちゃって、お刺身だけ口の中にずっと残ってるって感じになるじゃないですか。そういう意味では少し炙ることによってご飯とヒラメが一緒になって落ちてきますよね。あ、そういうことか。こういう仕事が好きなんですよ。あ、はい、なるほどね。共通点が多いね。寿司屋さんのお寿司とやっぱり共通項が多いんですね。僕は真似してんですかね。今日も多分何かまた持って帰ります、真似するために。それいいんですか。大将いいんですか。あ、いいんです。あ、もう楽しくやって伸びてくれればね。大将もお寿司屋さん行かれるんですか。行きます。いや、中華、和食、何でも行きますね。うん、それである程度インスピレーションがピッと感じて、あっ、これっていうこうきらめきが出て、そこで何か再発見するんですよ。きなこの魚は築地市場から毎朝届けられます。ご主人の素材に対するこだわりは相当なもの。店を始めた当初から付き合いのある仲卸業者が責任を持って新鮮な魚をよりすぐり店まで届けてくれます。一
生きのいい天然アナゴ。その身を薄切りにし、氷水につけ、井戸水にさらします。なんかこういうやっていただいてるのを見てるだけでもすごい、なんか超高級なものを見せていただいてるような。やっぱり高畑さんもそうでしょうけど、うん、やっぱり舞台なんですよね。本当ですね。うん、ここの口に運ばれるまでに一つなんか物語がある、見せていただいて食べるっていうのが、アナゴの洗い、梅と大葉で作った薬味が物語の脇を固めます。ものすごいさっぱりしてる。どうしてたんだろうな、シャキリーンとか。美味しいですね。ありがとうございます。僕は美味しいですねなんていうのは偉そうなんですけど、まあ、多分何食べても美味しいんです。この器がまた素晴らしいですね。はい、しがらきですね。はい、どなたのお作品？あの辻清明さんですね。辻さんというとですね、今お茶碗一個1000万って方じゃないですか。そうですね。はい、これも いやこれ、これはお弟子さんで、これが辻清明。あ、そうなんですか。辻さんのドーンってくるんですよね。迫力がある。女性はやっぱりあのお弟子さんので柔らかい感じで出した方がいいかな。大トロもらうか。大トロのあれをちょっと横にピッピッチして、大トロという声が大好きな大トロという声がしております。しかし出てきたのは大きな氷。あんな氷昔昔の冷蔵庫にしか入ってませんでしたよ。なんかね、ショーですよ、ショー。やっぱり寿司屋もやっぱりある程度ね、見せ場がないと。いや、ある程度じゃないですよ、これすごい見せ場ですよ。全部見せ場、全部見せ場ですよ。さあ、きなこのショーはクライマックスへ。マグロのカマをそぎ取り、氷でプレス。5分置いてシャーベット状になったトロをシャリの上に乗せ、さらにウニをバランスよく盛り付けます。次に大トロを鉄板で炙り、なんと先ほどのトロとウニの上に重ねた。私ね、何が夢ってね、やっぱお寿司屋さんのカウンターでね、大トロウニ、大トロウニっていうのがね、夢だったんですよ。その夢が今まさに合体して現れようとしております。まさに夢のようなウニとトロの共演、その名もダブル X。 うわー、いきます。アナゴとか焼いてます。最高の贅沢。もったいない。もったいないから喋りたくない。もうね、口の中がお大臣気分です。もう何て言ったらいいのか分かんない。ダブル X すごいですよ。ちなみにこのダブル X はお値段はおいくら？1個ちょっとお高いかなと。遊びで作って1個2500円ですね。いや、お高くないですよ。これは2500円高くないですよ。これ一生忘れられない味ですもん。結婚記念日とか、そういろんなのきますね。お祝い事にこれ食べるといいですね。そうですね。舌が一生覚えてるもん。そうですね。その日のこと。いやー、本当に至福の時でしたわ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうも。元祖創作寿司、そこには驚きを超えた感動がありました。数日後、共同のトシヤから新メニューができたとの一報。ご主人、きなこを訪れ何かひらめいた様子。素材はシャーベット状のトロにウニ、そして炙りトロ。え、これってまさか丼？なんと、きなこの贅を尽くした握り、ダブル X の丼バージョン、ダブル X 丼。温泉卵と野菜も加え混ぜて食べれば、贅沢な旨味が口いっぱいに広がります。1日10食限定ながら1575円と破格。さあ、あなたもお大臣気分。